巨大企業シンラが支配する魔鋼都市ミッドガル。魔鋼炉で星の生命魔鋼エネルギーを吸い取り、自然を破壊するシンラに反抗するため、秘密裏に結成された反乱組織アバランチ。元ソルジャークラウドは傭兵としてアバランチのリーダーバレットと行動を共にしていた。最初の任務は一番魔鋼炉の破壊。まず最初のボス戦となるガードスコーピオン戦。この敵には通常攻撃のほか魔法のサンダーが有効。ガードスコーピオンの攻撃で注意するべき点は反撃。尻尾を上げている時に攻撃すると停滞反撃を食らってしまうので、コマンド入力の際はタイミングをしっかり見計らって行おう。1番魔鋼炉に続き5番魔鋼炉爆破へと向かうクラウドとアバランチ一行。しかし彼らを待ち受けていたのは、サイドアタック状態でスタートするエアバスター戦。ガードスコーピオンと同じくサンダー系が弱点。この戦闘で注意したいのは敵背面への攻撃。背中に向かって攻撃すると与えるダメージは大きいが、カウンターを食らってしまう。リミットゲージが溜まっていれば一気に畳みかけるのもいいだろう。アバランチのレジスタンス活動に対し、シンラは7番街支柱爆破という強硬手段で対抗してきた。そしてターツ、レノとの戦闘。弱点は特になく、反対にサンダー系の魔法は効果が半減してしまう。さらに厄介なのが味方一人の行動を封じてしまう特殊攻撃ピラミッド。全員が行動を封じられるとゲームオーバーになってしまう。これを解除するには発動された味方を攻撃すれば大丈夫。誘拐されたエアリスを救うため死んだビルに乗り込んだクラウドたち。そこで目にする衝撃の事実、シンラの実態。クラウドのかつての戦友セフィロスの目的とは。モーターボールとのバトル。メガ系の敵共通であるサンダー系が弱点というのは
この敵も例外ではない。しかし注意したいのが全体攻撃ローリングファイヤー。 HP が減ってくると多用してくるので、回復薬を決めて常に味方の状態に気を配ろう。セフィロスの足取りを追い、シンラの運搬船へ乗り込んだ一行。そこで目の前に現れたのは、実に多様な攻撃を仕掛けてくるジェノバ、バース、ダブルレーザー、全体攻撃のテールレーザーのほか、ストップを使ってくる。とにかく成功法で攻めるしかないが、できれば回復役は2人は欲しいところ。貴族の洞窟で戦うことになるギ・ナッタク。 HP も高く、まともに戦うとかなり苦労するはず。しかし弱点である回復系のアイテムや魔法で攻めれば意外と簡単に倒せる。さらに言えばフェニックスの王を使うと